ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、オペレーションフォーチュンの、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今来た産業、動けるハゲことジェイソン・ステイサムのスパイアクションコメディ映画、誰におすすめなのぜ。アクション映画好きに大変おすすめ。では、ここからあらすじの解説をします。ウクライナのギャングが、ハンドル、として知られる装置を盗み出す。でイギリス政府は主人公のジェイソン・ステイサムなる、脅迫概念といった不安障害を持っているがやり手のフリーのスパイを雇い、このバンドルを取り戻すように指示、主人公はサクッと即席チームを作って、マドリードで、ハンドルから抽出したデータの入った HDD の、運び屋を捕らえることに成功。しかし、姉さんのライバルであるマイクが邪魔をして HDD を奪われてしまう。この後ハンドルの売却を仲介する武器商人の、ヒュー・グラントがカンヌでチャリティーを催すと知り、武器商人がある映画スターが大好きだということを知った主人公チームは、この映画スターをブラックメールを使ってチームに引き入れる。そうして、今作のヒロインのサラをガールフレンドに偽装させて、カンヌに乗り込みヒュー・グラントの情報を盗むために暗躍を始める。一方の主人公チームは、ライバルキャラのマイクの妨害に遭いつつも、バンドルの行方と取引相手が誰なのかを突き止めるためにアクション担当。結果ヒュー・グラントの利益を損ねる形となりヒュー・グラントと敵対してしまう。その後なんやかんやあって、主人公のライバルのマイクが独自に資産総取りをしようと、画策してることが判明。敵の敵は味方ということでヒュー・グラントを抱き込み、バンドルをめぐる主人公チームとライバルチームとの最終決戦が始まるのであった、というシナリオです。はい。で、ここからは映画の補足を解説します。というのはこの映画ってハイスピードアクション映画であって、シナリオがガンガン進んでいくので、何をしてるのかわからなくなってくるんだよね。ここからはネタバレ含めて説明します。まず、チームマイクは若手の IT なりきん二人と結託して、バンドルを使って大儲けしようっていう独自勢力であり、誰かに雇われているわけではありません。で、この IT なりきん二人はバンドルの仲介に、ヒューグランドを使っているんだけど、自分たちでバンドル奪っちゃえば仲介手数料払わなくてよくない?つう感じね。なのでチームマイクはガンガン主人公たちと敵対するわけ。で、主人公チームはヒューグランドがバンドルを取引するのを阻止する必要があるし、マイクの勢力がバンドルを奪うって行為も阻止しなければならないって関係ね。だから主人公チームは二つの勢力と敵対しているのぜ。まあそんな感じです。で、こんな感じでざっくりとストーリーラインの解説をしましたが、ぶっしゃけこの映画ってそんなことどうでもよくて、ガイ・リッチーってジェントルメンだったり、シャーロック・ホームだったり、明るいアクション映画を撮らせたらガチで天才的な監督で、この監督の明るい映画はおまんじゅう的に、どの映画もガチでおすすめ。というのもガイ・リッチーは2020年を生きる、古来性のない視聴者が何を求めているのか?がしっかりわかっているから。この映画もそうなんだけど、無駄シーンが一切ない、キレッキレのカット割りを見せてくれるわけ。この映画は芸術なのぜ。この映画は始めから終わりまでずーっとアクション映画だし、どうしても説明が必要な場面ってのは全部、必要最低限の尺しか使わないで説明させるわけ。例えば、おまんじゅう的クソズンビー映画の、アーミー・オブ・ザ・デッドだとリクルートに20分とか使うわけ。クソ映画でおすすめなのぜ。ところがこの映画の場合はリクルートに5分とかで終わらせるわけ。キレッキレでしょ?で、じゃあ各キャラクターの味付けはどこで表現するの?っていうと、こういうシーン。Can you hear it? とかこういうシーン。Just don't tell me it's Mike. Understood. Who is it? I'm not allowed to tell you. めちゃんこ面白いよね。めちゃんこ面白いのぜ。そんな感じでアクションシーンの中に差し込む形で。人物に味付けをしていくからリズムとかテンポを一切崩さずに、視聴者は極上にアクションをたしなむだけでいいっていう、ファーストクラスのようないたせり尽くせりの作品なわけ。この映画の何がごい数かって、うちらおまんじゅうって普段コンテンツを見るときは、だいたい 2.5 倍速とか3倍速でたしなんでるんだけど、それくらい早くないと、だるくて見てられないからね。この映画は初めて2倍速じゃないと処理が追いつかないって思った作品なのぜ。これだけでもガチでもんげー映画と言えます。2.5 倍速とかかけなくても、リズムよくガンガンシナリオが進むって意味だからね。ぶっちゃけ、ガイ・リッチーにミッションインポッシブル撮らせろよってくらい、最近見た中でミッションインポッシブル7のシナリオの出来の悪さが際立ってて、この映画も IM7 も AI ってのが宝物って
設定なんだけど、キレの良さや、シナリオ、説得力といいこっちの映画の方が、すべてにおいて優れたスパイ映画に仕上がっております。この映画ってブルーバックを多用して作られてて、例えばこの豪華客船のシーンなんかは、セット使って作られたシーンなので CG の荒さが目立つのぜ。でもそんなことはどうでもいいのぜ。そうそう、アクション映画ってのはとにかくテンポとリズムが大事で、どれだけ視聴者さんを心地よい空間に誘うことができるか、というのが大事なわけ。で、この映画はまさしくそれができている、極めて優秀な映画なのぜ。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星5、キレッキレの普通に面白いアクション映画であり、ミスターノーバディ並みに面白い、ガチで神映画であり、この映画を見ることができたことにリスペクトという映画。ぶっちゃけこれから先、アクション映画を撮ろうって、監督はこの映画を見てほしいし、この映画をお手本に映画を作ってほしい。それくらい完璧なアクション映画。はい。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。